ねえベラ、映画のチケットあげるよ。楽しんできて。私に？ありがとう。ここが私の席ね。はい、かわいこちゃん、一緒に見よう。ソーダも一緒に飲む。ああ、1ヶ月ぶり。あれ、どこ行くの？どうもありがとう。お支払いはこちらです。マーディのいたずら、1対0。ベラは一晩中ゲームを練習しています。全部クリアして技を覚えました。気をつけてマーティン。格闘技トーナメントを開催しています。マーティンがまた勝ちました。当たり前だけど、いつも僕が一番で悪いね。ちょっとどいてくれる？コントローラーを握るのはこれが初めてです。ルールを教えて。こんな感じ？マーティンの悪夢です。今やベラがゲームのクイーン。ビギナーズラック、ベラがマーティンを倒しました。1対1。ベラに新しい彼ができました。とってもロマンチック。マーティンは台無しにするアイディアを考えています。考えろマーティン、考えろ。いたずらが必要です。早く、もうすぐキスします。そうだ、こんにちは、ファミリーへようこそ。妹の歴史をチェックしてください。これは彼女の元彼の写真。もうすぐ君の写真もここに貼られるからね。マーティン、兄の言うこと聞かないで。私の友達じゃなくって兄の友達の写真よ。待って、行かないで。マーティンがこのラウンドで勝利。これはベラの大好きな T シャツです。この T シャツ大好き。デザインを少しアップグレードしましょう。ベラ、どんな顔するかな。今日はお気に入りの T シャツを着ようと。小さい頃からこれを着て幸せな時間を過ごしてきたのよ。なんてこと、私の大事な T シャツ、マーティン。ひどすぎるいたずらにもう1点追加。マーティンが大切なデートに行くようです。服を選んでいますね。何着たらいいかわからないよ。それならお手伝いします。おすすめの一着だけをかけておきましょう。何？服が全部ない。これだけ？なんておしゃれな服。彼女はずいぶん待たされています。マーティン、何着てるの？仮装パーティーでも行くつもり？お兄ちゃん、素晴らしいセンスね。ベラの勝利です。ねえ、うちに遊びに来ない？ペットいる？アレルギーなんだよね。飼ってないよ。後でね。うん、
いたずらの時間です。男の子が遊びに来る？しかも犬アレルギー？ねえふわふわくん、君の毛が必要だよ。部屋をくまなく散歩しましょう。さあ座って。どうしたの？顔が。もっと行かなくちゃ。マーティンのいたずらです。ベラは明日大事なテストがあります。徹夜で勉強していますね。彼女を元気づけてあげましょう。口紅を飴に交換し、きっと甘いテストになるはず。オンラインテストが始まりました。しかし何が起きたの？ベラの唇がくっついています。どうやって答えたらいいの？こんにちは教授。ああこんにちはお兄さん。すいません、展示会のためにあなたの写真を撮ってもいいですか？綺麗な人しかモデル頼んでないんですけど。ポーズ撮ってくれる？ちょっと待って、何かが足りない。すごく良くなった。もう一度ポーズ撮ってくれる？待って。 What? これもしてくれる？とっても綺麗です。ポーズをとって。ちょっと待った、今度はこれを着てみて。これで完璧、アイドルみたい。バイバイ。メモリーカードです。お疲れ様でした。これは何？写真がオンラインで公開されています。なんて恥ずかしいの。ベラは世界で最もスパイシーな朝食で兄を元気づけようと思います。彼はタバスコ風の朝を迎えることになります。もちろんジュースもホットスパイシーに仕上げます。ねえお兄ちゃん、朝ごはんできたよ。ん？どうぞ召し上がれ。ありがとうベラ。うわあ辛い。助けてジュース。さらに辛い。ベラに一点。ベラは髪を染めるつもりです。予想外のヘアカラーに驚くはず。新しいヘアカラーはどこだっけな。栗色大好き。どんな色になったかな。うわあ！でも意外と好きかも。オンブレカラーが似合いますね。いたずらは失敗です。妹のアイマスクにちょっと仕掛けます。彼女は黒が似合うから。
おやすみ。おはよう。うそ、目の周りが黒い？キャートウマになっちゃった。マーティンはいたずら合戦を制しました。いたずらはいかがでしたか？あなたに兄弟はいますか？最近どんないたずらをしたかコメントください。そして皆さん、このビデオにいいねしてチャンネル登録とベルをクリックして、ウーフーの面白い動画をお見逃しなく。